義や義介の子、新田義貞の甥。い。現行三年、父義助は、義貞の挙兵に参加して活躍した。義春は、まだ幼く、父の所領である、新田僧、脇屋号に残留したとみられる。その後、上落したとみられ、兼務二年、叔父の義貞が、兼務政権に反旗を翻した、足利高氏への追悼令を下されると、 父、義助と共にその軍に加わった。箱根、竹の下の戦いでは父、義助の大手軍に属し、足柄峠を目指した。戦闘では、大友貞田都市、縁屋高さだらの寝返りにより、宮方が敗北し、京へ敗退した。その後、父や叔父と共に刑をめぐる戦闘や、張間の赤松延伸攻め、港川の戦いに参加する。建武3年、後醍醐天皇が、 足利高氏と和義を結び、吉定が常吉親王と御子両良王を放じて北陸に下ると父吉助と共に越前金ヶ崎城に入る。吉春は宇流氏の蕎山城に入り、諸氏への働きかけを行った間もなく、金ヶ崎城は皇子対田高常に包囲される。宇流保つと吉春は援軍を組織し、救援に向かうが失敗する。吉定、 義助兄弟は援軍を組織するために、金ヶ崎城から抜け出し、ウリューシの下に身を寄せる。義貞は援軍を組織し、包囲軍に攻撃をかけるが、救援に失敗し、金ヶ崎城は兼務4年3月6日落城した。同年夏頃に義貞は勢いを盛り返し、柴高勝根を越前北部に追い詰めた。翌兼務5年ウルー7月2日に、 吉沢が不慮の戦死を遂げると、北陸の宮形の葬式を吉助が取ることとなる。吉春は、吉助と共に、北陸経営を行うが、徐々に、田高根が勢いを盛り返し広告2年夏には、苑山城が陥落し、越前の宮形は駆逐された。脇屋府市は、美野、尾張と落ち延び、吉野に入る。広告3年に吉助と共に、 中国、四国の宮形の指揮を取るために、伊予に下校する。しかし、下校直後の5月11日に吉助は、突然の発病により母子した。吉春は、里見市の所領がある、越後畑荘やつまり草に向かい、吉貞の次男吉沖三男吉宗らと合流して、東国で活動するようになる。広里国や、太平によると、 広告5年4月4日に吉春は、小島光徳に要され、京都で挙兵しようとするもそれが発覚して撃たれたため、信濃国に逃れたという。昌平7年、官能の上乱と昌平の一党で混乱する、室町幕府に対し、南朝が一斉に放棄した。機内では、北畠秋信、千草県境、楠木正則が忠義波山党も休合し、足利義明を破り、 刑を奪還した。それにこうして、吉宗、吉岡と吉春は、宗永新郎を報じて、上野国で挙兵した。同時に、死なのでは、聖夷大将軍宗永新郎も挙兵し、一斉に鎌倉を目指して進撃する。宮方には、北条時行のほか、忠義派残党の上杉範明も加わり、鎌倉を一時的に占拠するが、結局破れ、宗永新郎は、 死なのに、吉宗、吉行、吉春らは、越後へ、それぞれ逃れたが、北条時行は捕獲されて処刑された。市川家文書には、吉春と思われる人物が、昌平11年での合戦に従軍したことに対して、感謝を述べたという記録が残されており、南進の大川原だけでなく、北進にも南朝方の拠点を築こうとしたことが、わかる。 昭平23年に、足利義明、元氏が、相次いで没すると、吉宗と吉春は再度上野、越後国境周辺で拒兵するが、上野沼田荘で敗れ、吉宗は戦死し、吉春は、出羽に逃走した。市川家文書には、吉春と思われる人物が、延文五年日に、市川重郎財門状という人物に対して送った、軍勢催促状が残されている。 塩分という言語からもわかるように、この頃には、市川氏は北朝方に基準しており、南朝方と距離ができてしまっていたと考えられる。その後の消息については不明であるが、伊予国温泉郡に逃れたとの伝承や、明徳年間丹波に逃れたとの伝承、道の区の伊達持衆が、o a 21年に挙兵した際、吉春を押し立てて、稲村、 笹川遼五将を襲撃したとの説もある。しかし、1370年代から吉原の子吉則が単独で活動をするため、その頃には没していたとみられる。没年に関しては、建徳2年6月13日死去とする説、天寿3年死去とする説、王永14年死去とする説などがある。大正4年、正4位を追贈された。中根正と、品野における、 脇や義春の活動、市川家文書の人命否定を通じて、中根正と、品濃における脇や義春の活動、市川家文書の人命否定を通じて、群馬県市第一巻。ありがとうございます。